手に向かって打ち返そうと思ってます。おお、こういうイメージ。はい、だからこの角度に対してこの角度のまま左手を殺すようにわざとこうちょっと離したままで打つ瞬間にだけ手を握る。なるほど。コウスケ、打席の立つ位置は後ろだった？僕は必ず一足分ですね。一足分ピッチャー寄りだ、はい、一番後ろから、はい、これはピッチャーによって変えたりしました？僕しなかったです。結構変える人いるじゃない。いや、僕はあれができないです。もう俺もできなかった、はい、もうやっぱり僕一足下がっただけで自分がこのベースのところの見え方がすごい違うので、目線の中に入ってくるものが、なので僕は一足分前に。僕は一回チームで星野さんの時に、星野さん阪神来られた時に、はいはいはい、ここ立てって言われて、めちゃくちゃ詰まったからね128キロ。僕らも誰かの時に、阪神の時もそうでしたけど、ここに立てって言われて立ったんですけど、もう気持ち悪くて、ね、余計にバットが出ないっていう。まあ景色みたいなのもやっぱあるもんね、はい、そうするとこのラインとかこういうのも自分の景色の中に入れて、ラインで今こう綺麗に引いてますけど、ま、うん、っすぐじゃないとか地方球場に行くとたまにあるね、はい、まあ、あの時はもう本当はダメなんです、あまり良くはないですけど、パーって打席入って足を鳴らす時に僕こうやってちょっとラインを片隅にスーッとちょっと消して、自分の中のイメージでまっすぐなるようにして。なるほど。だから僕ラインに合わせてまっすぐ立つってことはあまりしなかったです。必ずベースに向かってまっすぐ立つ。あ、なるほどね。ベースは動かないからね、はい、落合さんなんか平気で消してたもんね、はい、なるほどね。ここはホームベース側による寄らないっていうのも決めてた？僕は基本的にホームベース側にはあまり寄りたくないので、うん、大体これぐらい、半足分ぐらい、はい、半足分ぐらいですね。半足分ぐらいの一足、一足この辺か、はい、右バッターでいうとこれでも僕近いと思ってたぐらいなんで。打つポイントなんかイメージってどんな感じでした？外インサイドとかですか、うんうん、まあ、基本的にアウトコースがもうこの辺りですね。アウトコースはもっとこの辺ですね、イメージとしては。こっからずっとこういう感じだ、はい、結構やっぱ前になるよね、こうなると。いや、もうだいぶ前です僕はね、はい。でもそんな前で打ってるイメージないんだよな。いや、もうこっからイメージしててもやっぱりまあ、この辺に入ってくるっていうことね、はい、じゃあもうこっからはもう入れないぞみたいな。そうですね、もうなるべく中には最低でもこのベースから中には絶対に入れないっていうイメージです。コウスケって最初ステップすごく広くなかった？はい、広かったです。あれはやっぱり意識して直したの？直しました。ちょっと直しました。やっぱりデメリットの方が多かった？あの、やっぱり回転がしにくいっていうのが一番ですね。なるほどね、はい、どうしてもこうやって広くこっちの割れてるように見えますけど、こっちもどうしても広ければ広いだけついていくので、そうするとやっぱりこっちを寄せてこなきゃいけないとか。これはでも結構なかなかいないと思うんだよな。もう僕はもう極端に前でした、全て。あの、松井和夫監督なんか、まあ、昔ちょっと喋ったら絶対ステップからは入れないとかっていうぐらいから、まあ一緒ぐらいか。こっからは絶対入れない感覚っていう、はあ、いうふうに言ってたけど、和夫さん この辺で打ってたけどね打つ方向決めたりとかはしました？打つ方向は、そのなんていうかな、例えば、まあ、できたら進塁打打ちたいなとか、そういうのは抜きにして、はいはい、このピッチャーやったらこういうふうに打つとか、方向決めるとか、そういうのはなかったですか？右の上であれば基本的にはだいたいピッチャーからちょっとレフト寄りぐらいをめがけて自分が入っていって、うん、あとは回って勝手に。よく左バッターで左ピッチャーはこうしっかり前残してって、僕は左ピッチャーは逆で、左ピッチャーは投げてくるこの手に向かって打ち返そうと思ってます。おお、こういうイメージ。はい、だからこの角度に対してこの角度のまま自分が打ち返そうと。そうすることによって外に行くスライダーとかっていうのが自分が遠く見えるんで。なるほど、手が出ないってこと。手を出さない、出さないようにね。なるほどね。これ結構いいかもしれないな。この辺の軌道からちょっと外れて出てきたら、そうですね、もう手を出して打たない。なのでよく左バッターが左ピッチャーをするにどうしてもこうしっかり前の方を残して反対方向にこうやって意識して開かないようにって言うんですけど、うん、僕は開いても何でもいいので、とりあえず自分がこっからこういう風にして追わないように、ね、左ピッチャーを見逃すにしてもどうしてもこうやって見逃したかったんで、うん、左ピッチャーは見える範囲の中でちょっと自分の中でずれた時に追わないっていうことね。はい、だから左ピッチャーの時はベースを少しだけ自分の中のベースをこれをこっち側にちょっと傾けてるようなイメージですね。若干ね、はい、こういうイメージね、はい、そういうイメージで。先ほどトップの位置だったり、高校には最初ら辺とかは低くされたり、はい、で高校さんの時は高いところからバ
イメージだったと思うんですけど、だからやっぱりこう落下前でもやっぱりどうしてもこう今はこう高くしたりってなるんですけど、もう楽にとこに構えたかったっていう、うん、まあ、自分の体の特徴上僕すごいなで型なんですよ、うん、なで型なので無理に上げると余計に力が入ってしまう、だからなで型でも肩に力が入らない高さっていうのを自分でちょっと探して、なるほど、はい、すごかったらしいもんな高校1年生あの清水さんがもう福留がナンバーワンっていうぐらいだから、清水さんからのアドバイスを聞かれてやったっていうのはあの清水さんの時はずっと必ず前で、清水さんもやっぱりそんなに後ろで後ろでっていうコーチではなかったんで、やっぱりしっかりと前 でその代わりこれが絶対にこうって、うん、いやどっちかって今の若い選手で多いのはやっぱりこうこのバレるかなですかね、これでこうしたいんでみんなこうやって出そうっていう選手多いじゃないですか、だからあれはちょっと僕には無理なんですけ ど、ね、はい、練習するときに高橋由伸さんはこうあの素振りがあんまり苦手得意ではなかったっていう話を聞いて、うん、福留さんはこう素振り派なのか、それともやっぱり投げてきたボールを打ってこう調整する派か。僕は両方です、うん、はい、素振りももちろんしますし、ティーとか何かそういうものを数も打ちます。本当に調子悪くなった時って一番調整しやすかったのは、一番調整しやすかったのは僕はロングティーですね。体をしっかりと大きく使う、うんうんうん、大きく使ってボールの回転を意識して、うん、どういう打球が飛んでるかみたいな、はい、でその中で自分が納得いく打球がいくかどうかみたいな。そうですね、あのロングティーでもしっかりとしっかりと乗ってそういうイメージねっていうこういうイメージね、はい、なのであんまりこう状態のことを意識することはあんまりなかった、僕はしなかったですね、うん、あとちょっとあの練習で、はい、まあ一般的なのは全然いいんだけど、僕こんなんやってたんですみたいなのをちょっとやってほしい、はいはい、まあロングティーっていうのは言われたね、まあここではちょっとできないんで、はい、まあロングティーどれが、まあ僕はあの普通に自分がまあ状態を確認したりとかいろんなことをするんだったら、はい、ボールをちょっと投げていただくと、先ほど言われた左手をちょっと意識したいというときは、もう僕は必ずこうやって自分でこれをこう取るんではなく、なるほどね、はい、これで飛んでいってもいいので、これを捕まえるぐらいっていう、これはちょっと練習したりとか、あとは自分でボールを持っててしっかりとこれをこのまま左でこのまま自分のトップの位置からっていう投げるっていう、これを僕はこのままこうしといてで投げるっていう、だから僕のこのバットのこういうイメージの中で左手の練習は僕はそれをしてました。であと自分でどうしても今左手がちょっと強いなっていう時は、左手を殺すようにわざとこうちょっと離したままでこういうここを握らない、ああなるほどね、添えてるだけみたいな、はい、であとはもうバットをこうやって持ったら落ちるじゃないですか、うん、これで両方で落ちないように、うん、落ちないぐらいの支えてで打つ瞬間にだけ手を握 る、なるほど、打つ瞬間だけ手をこうやって握るっていうのはやってました、うん、なるほど、ちょっと上げるのやってみて、こすんの、おお。おお、これ昔ホームランバッターよくやってたよね、はい、僕はもうずっとこれ落合さんとかもやってた、なんでこういう跡がつくように。素振りなんかどういうイメージで素振りしてました？あ、僕は素振りはもう何かの必ずラインとか、うん、まあ、壁であったりとか、うん、そういうものをちょっと使ったりとかして、うん、それはどういうふうに合わすの？自分の体に合わすと、自分の体もそうですし、このラインで今ここにいた時に、うんうん、これがラインがあることによって自分で入ってるとか打ちに行った瞬間に目安にするってことね。目安によく素振りでみんなこうしててこうしてたらここだけを見て振るじゃないですか、うんうん、あるある、はい、ある。僕はそれが嫌いで、うん、必ずピッチャーの方から引っ張ってきたものを、あ、なるほど、でその時に自分の体がラインのこっちに行ってるのか、うんうん、残りすぎてるのかっていうのはそれを目安するのね、はい、それがまあラインがなければどっかを、そうですね、もうどっかのものをずっと意識したり、普通にこうマシンを打つにしてもまず自分で立ってこのネットのところに何か目標をちょっとつけて、うんうん、でここから構えたところからこう自分が見てて、あ、ここにあるんだなっていうものを見てて、その時に
打った後に自分がどれぐらいの幅で動いちゃったのかとか、今は映像があるので、まあ、そうなんでね、そういうことはしなくても済むかもしれないですけど、やっぱ一人でやるとコースとかは気にしなかった。僕はあんまりコースは気にしなかったですね。気持ち的にはいいスイングできる、まあ、例えばど真ん中だったらど真ん中で、そうですね、唯一コースっていうよりも高さだけですね。必ず高いところだけは振るっていう、高いところのスイングをするっていうイメージでしたね。なるほど、はい。かっこいいねみんなそうなんだけど宮本慎也の解体新書、チャンネル登録よろしくお願いします。